日本軍の軍場と部隊軍トは、軍隊で使用されると電伝書トとして使われ、無線が普及していない時代の重要な伝達手段だった。特に起層性が強く、方向転換に優れているトが使用された。フッフ,フツ戦争において、プロイセン王国軍がパリを包囲した1871年、フランス側は熱気球を用いて、 敵包囲線の外に搬送した電書バトにマイクロフィルム化した数百通のメッセージを託し、遠くはロンドンからパリ市内へ運び込んだ。この方法で4ヶ月に及ぶ包囲線で送られたメッセージは数百万通に達した。日本では19世紀末の1899年に中国より輸入されて研究が始まり、その後陸軍がドイツ、フランス、 ベルギーなどからも輸入して通信目的で買われ、後の日中戦争でも活躍した。第一次世界大戦が始まると、軍馬とは広範囲にわたって用いられるようになった。フランス陸軍は、軍備増強とともに、鳩の小屋を増やしていき、丸抜海戦が勃発した1914年当時は、72の鳩小屋を保有していた。一方、 米陸軍通信隊はフランスにおいて600羽もの鳩を使っていた。それらの伝書鳩の中でもシェールアミと名付けられた鳩はベルダンの戦いにおいて12通の重要機密書類を運び活躍したとしてフランスとベルギーにおける軍事功労賞であるクロアド・ゲール勲章を受賞した。 さらにシェールは1918年10月、何者かにより翼を打ち抜かれたものの重要な伝達を運んでくるというミッションを完遂した。その伝達は、アルゴンヌの戦いにおいて、ドイツ軍の包囲下にあった第77不評師団の、兵員、約200名の安否に関わるという重大なものだった。メッセージを入れたカプセルをつけた足も損傷していたという。ちなみに、 当時の軍隊では敵の軍馬刀を撃ち落とすために散弾銃が配備されていた。日本海軍でも対象年間にノトリョにより海上及び航空機から包丁する運用試験が行われていた記録が残る。第二次世界大戦の頃にはイギリスはすでに25万羽もの軍馬刀を使っており、そのうち32羽に 戦争で活躍したかなり高い知能を持つ動物に与えられる立金メダルが授与された。そこでイギリスは空軍省における鳩部隊の導入を行い、以後これを保持することを決定した。そこでイギリスの軍馬と作戦委員会は伝書場との軍事目的での使用について決定事項を発表した。以下は委員長のリー,レーナーが1945年に 声明した文章の一部である。しかしこの案は委員会にて否決され、結局1948年にイギリス軍が伝書バトの軍事的使用を中止することを表明した。また、イギリス情報局保安部においてはさらに軍バトの使用を継続していたが、1950年までに100羽の伝書バトを一般市民による飼育に入することとなった。いずれも英語。 日本語、特務官の塗料研究報告。国立公文書館アジア歴史資料センター。2019年2月14日閲覧。ナショナルジオグラフィックペンシルバニア大学図書館ブログ。ありがとうございます。